10月15日、今2階に向かうところだ。それにしても昨日は驚いた。いけすかない野郎だとは思ってたが、まさか生首になっちまうとは。葉月の秘密を探っていて、殺人事件に巻き込まれるとは、俺も運がついてるぜ。もう一本原稿が書けそうだ。しかしこの家の人間はガードが固い。直接葉月を訪ねてみよう。これが葉月のコレクションか。高そうな時計ばかり集めやがって。一体いくらするんだ。お、金田一とみゆきちゃんじゃないか。あ、いつきさん、時計を見てたんですか。葉月光貞は時計のコレクターだ。時代劇のお殿様と同じで、機嫌がいいと下々に時計をお与えくださるそうだ。時計なんかもらってありがたいのかね。あ、どうした。誰かが中に。何。